はい、皆さんこんにちは、レトゲビーキです。今日はハードオフで気になるソフトを買ってきましたので紹介したいと思います。それがこちらの、コナミから発売されましたゲームボーイ用ソフト、遊戯王デュエルモンスターズです。購入金額は550円でした。まあ、正直レトロゲーム好きな方には見飽きるくらい見ていると思うんですけれども、こちらのゲームの発売は今から約25年くらい前の1998年12月に発売されまして、当時161万本も売り上げたカードゲームを題材にしたゲームです。その販売数やっぱりすごいたくさん売れましたので、今でもやっぱりハードオフで、ジャンクボックスの中とかではもう一番の常連と言っていいと思います。ただ、これはですね、ちょっと見てください、この綺麗さなんですよね。ちょっとね、これはもしかしたら新品未開封品なんじゃないかなと思ってまして、すごくちょっとワクワクしております。と言いますのも、こちらの遊戯王デュエルモンスターズには特典として、カードが入っていたんですね。新品の場合は箱節付きでも今カードが入っているっていうのは相当レアになりますので、だいたいカードが1枚500円から2000円ぐらいで取引されています。もしこの550円で買ったこちらのソフトにそのカードが、まあ、1枚でも入っていれば、まあ、相当激アツなんじゃないかなと思いまして、で皆さんとちょっとこの開ける瞬間をですね一緒に見てほしいなと思いまして、今回この動画を撮っています。まあたとえカードが入ってなくても、まあこの値段でこの状態なら相当まあいいんですけども、まあやっぱり欲が出てしまいまして、ちょっとね見ていきたいなと思っております。今フィルムを剥がしました。もうこの綺麗さですからね、ちょっと期待せずにはいられないという感じで、もうかなりピシッとしてます全体的に。まあ、ここがちょっと汚れはあるんですけど、全体的には相当綺麗な状態です。じゃあ早速開けてみたいと思います。緊張の瞬間です。はい、というわけで、カードは入ってませんでした。まあこれはまあちょっと期待していただけに少し、ショックですけども、まあただもう箱の状態も説明書の状態もまあ申し分ないぐらい綺麗でしたので、まあこれはもう十分いい買い物だったんじゃないかなと思います。まあ本当欲を言えばですけど、カードが入ってて欲しかったなとは思いました。はい、というわけで、今回は、遊戯王デュエルモンスターズのちょっとねカードガチャというのをやってみました。ぜひ皆さんもこの箱付きの遊戯王を見かけたら、もしかしたらカードが入ってるかもしれませんので、ガチャチャレンジやってみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。